佐渡原町は2005年12月31日まで宮崎県の中南部に存在していた宮崎郡の町。2006年1月1日、宮崎市に編入され消滅。宮崎市の合併特例区となり、5年後の2011年1月1日に地域自治区に移行した。町の北端を一つ川が流れ日向灘に注ぐ。町の中央に大地があり、 それを囲むように平地が広がっており、全体的になだらかである。江戸時代は、佐渡原藩三万国の城下町であった佐渡原町と、佐渡原駅開設で発展した広瀬町が合併して成立。現在は、先端産業が集積する工業の町としての顔と、宮崎市のベッドタウンとしての顔を合わせ持つ。ホンダロック野菜の栽培、うなぎの生産が非常に盛んである。また、 宮崎テクノリサーチパークを中心に先端産業が立地している。ホンダ技研工業の完全子会社のキー、ミラーなどの製造メーカーである、ホンダロック、パナソニックコミュニケーションズの完全子会社である、パナソニック CC、宮崎を日本柱に、それらの関連企業が立ち並ぶ。コツコツトンネル級坂本やオカルトでは、コツコツトンネルが有名。かつては、 久しみ熱い道と呼ばれており、戦時中の主要道路だったとのこと。今もコツコツトンネル周辺には何十もの防空壕の跡が存在する。コツコツトンネルの近くに身代わり地蔵があるのはあまり知られていない。1975年から1986年までは、日本最初のサファイリパークである宮崎サファイリパークがあり、賑わっていた。ありがとうございます。